県の環境影響評価技術審査会では、上町でのメガソーラーの建設計画をめぐる事業者からの環境影響評価準備書に関する答申案について、委員らが議論を交わしました。上町では、薬来サイズゴルフクラブの土地を運営会社から購入した外資系企業が、メガソーラーの建設を計画しています。審査会の中では、建設工事に伴う騒音や景観の影響を具体的に示すべきなどといった意見が出されました。県によりますと、10月15日までに経済産業大臣に対して、この準備書についての知事意見を提出することになっています。また、事業者側への取材では、土地の所有権を明らかにするため、上町に対して民事訴訟を起こしているということです。